この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシングユーで教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシングユー。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。フィッシングポイントをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。今回訪れたのは鳥羽市千賀のフィッシングパークトリトンさん。めでたいマダイをはじめいろいろ釣ろうということで海上釣り堀を楽しんできましたよ。明けましておめでとうございます。さあ2022年が始まりました。今年も季節に応じたさまざまな釣りを楽しくお届けしていきたいなと思っているんですが、一緒に番組を盛り上げてくれる釣りガールのお二人を紹介したいと思います。まずはアリサちゃん。いろいろな釣りをして、いろいろな魚を釣りたいなと思っております。はい、そして今回から、釣りガールとして活躍してくれるあかりちゃんです。よろしくお願いします。もう以前ね、番組にも出ていただいたんですけれども、はい、今回からはもう釣りガールとして、はい、この番組を通していろんな釣りに挑戦して頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。わかりました。じゃあみんなで楽しく番組を盛り上げてもらいたいなと思いますので、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。釣り堀といえばおなじみの鈴木さんとかなちゃんです。やっぱり今日はもうめでたいタイですね。そしてお隣は大塚さん、かなちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ今日みんなでワイワイと楽しみながら一緒にいろいろ釣りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはめでたいを釣りますよ。今回使用の餌はマダイイエロー、マダイスペシャル、マダイストロングなどの団子餌をはじめ、クワセ丸エビイエローやクワセオキアミスペシャル、特選むきエビ、ナマコの城などをローテーションして使いました。さあみんな準備は整いまして、まずはマダイ狙いからいこうと思うんですが、釣り堀の時の定番のマダイイエロー、私の餌です。アリサちゃんは、はい、クワセオキアミとマダイイエローです、うん、ダブル漬けね、贅沢に工夫してますね。はい、そしてかなちゃんは、はい、私も団子で、私はマダイイエローとマダイスペシャルのマーブル団子、おミックス団子ですね。はい、はい、じゃあ鈴木さんは、はい、僕は漬け込みにこれらにつけたエビでいきます。エビ、ほうほうほう、はい、黄色い感じですね。そうですね。はい、あかりちゃんは、はい、私はマダイイエローとクワセオキアミで、うん、おいいね、おでは新春初釣りスタート。さあ誰が一番にヒットするでしょうか。浮きはマダイ用に誘いフロートや釣り堀スリムフロート、青物用に釣り堀フロート、棚取りシンカーも欠かせないアイテムですね。針はフックドスナップとハリスがついて交換も便利な誘いショートシリーズを使っています。さあ誰に来るかね。え、誰かな。ちょっとこの時期水温が下がってるんですよね。そうですね、水温下がって、うんうん、やっぱ食いもちょっと渋くなってると思うんで、合わせる時もね、はい、気をつけて合わせて、うんうん、でドラグの方もね調整してっていう。おお、かなちゃん、お、はい、ヒラメ入りました。ありがとうございます。おおお、かなちゃん1番ファーストヒット、さすがミックス団子に来ましたね。おめでとうございます。おめでとう、最先よくめでたい。はい、アリサちゃん、あ、自分で救える、多分タイが忘れたいタイがあります。お見事、放流ですね。はい、旗もたくさん入りました。合わせません、合わせません、バラしたくないから、合わせない。もういいかな、その時はちょっと聞く、穂先で聞く、乗ってない乗ってない乗ってない、もういいんじゃない、もういいんじゃ、鈴木さんの二の舞にならない、なんてこと言うんすか。オッケー、行きました。オッケー、
やばい、まだ当たらん。ちょっと待ってくださいね。まだ当たらん。よっこしょ。いきます。お、めでたい。入りました。おめでとうございます。よいしょ。あかん、やばいね。やっぱり水温が下がって杭が浅いのかもしれないので、しっかり待った方がいいですね。私は、マダイイエローとマダイスペシャルミックス、かなちゃんの真似をしました。ゲット。なんだ、シーバスだ。あ、鈴木さん。おー、鈴木さんが鈴木を釣った。鈴木さん、やった。鈴木さん、鈴木さん釣りました。いいサイズ。今年は鈴木さんからスタートですね。やりました。イエーイ、やりました。今餌なんでしたか。餌ですね、香織さんとかなちゃんが釣ってたあのマーブルで、今年1本目は鈴木さんです。はい、はい、うわ、はい、お願いします。はい、続いては食い込みイエローできました。お、ちょっと調子が出てきましたね、みんな。出ましたよ。よいしょ、はい、2枚目、順調に通過中。シマアジ釣りたいな。お、かなちゃんも順調に。来た来た来た。おー、青物だね。おー、青物稲田かな。稲田っぽいね、うん、おめでとう。はい、マダイスペシャルで鈴木。よいしょ。鈴木さん、鈴木のりおさん、いいですよ、いいですよ。順調に追加してます。はい、まだまだ行きますよ。めでたいから稲田にシーバスに鈴木でした。もうシーバスになっちゃった。あの、あ、あ、あ、やったったな。やっちゃったな。どうしよう。はい、頑張ります。はい、この誘いショートなんですけど、誘った時に立ち上がりが早いと。で、誘った後にこの止めで、あ、当たった。おそう、誘った後にね、で、こうやって加えて、分からなかったら穂先で引く、で、乗ってる、合わせる、そうなるとこうなるという感じで。こうやって釣れちゃうんです。ダイレクトに誘えるんですよね。そうそうそう、立ち上がりが早い分、うんうんうん、やっぱりあの当たりも分かりやすいというふうで、うんうん、はい、で、この1匹です。なんかでかいのが見えた。青も青も。青青。なんかでかい。本当や、青もの。青もの、青もの、頑張れ。青も。頑張れ。ドラグ大丈夫です。ドラグもちょっと締めた方がいいかもな。楽しそう。絶対バラしちゃダメですからね。あ、すごい。めっちゃ面白い。それは誘いがけの赤のさ。これ赤。赤。マダイ用の竿でももう大丈夫、全く問題なし。めっちゃでかいね、本当に。頑張れ、頑張れ。よし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 。イエーイ。見事、新年一発目の魚が大物でした。クワセオキヤミとマダイイエローで。お、やりました。イエーイ。チャンスだぞ。おりゃー。大丈夫ですよ、ゆっくりゆっくり。ここから全然浮かんもんね、うん、弱ってる弱ってる。これで来るんじゃん。頭出ろ。よし、おーおー、よし、ありがとうございます。でっか、なにこれ。ひらまさ、あー、やったぜ。すごい、めっちゃ長い。久しぶりのひらまさ。長い。よく引きました。楽しかった。連発でいきましょう。おめでとうございます。めでたい。うんうんうん。いいね。餌釣りも面白いでしょ。面白い。よかった。どんどん追加しましょう。はい、ありがとう。みんな順調に追加しています。めでたいをゲット。やりました。めでたい。どうやって釣ればいいの？どっちから釣る？イエーイ。でっかーもう。ねえ、よし、もうよっよっしゃ、おー、白いだ、香織さん、白いだよ。ありがとうございます。イエーイ。
幸先いいスタートになりましたね。はい、イエイ、よかった、高級魚釣れて。やった、はい、おめでとうございます。お土産たっぷり、幸先いいスタートが切れたところで、そろそろ納棺です。さあ、新春の初釣りみんなで楽しみました。はい、はい、もう終了時間ということなんですが、みんなに結局釣れたんですかね、うんうんうん、はい、本当に食いも良くて、はい、ということで皆さんも今年1年よろしくお願いします。今年も皆さんに楽しい釣りをお届けしたいと思っていますので、2022年もよろしくお願いいたします。フィッシングユー伊勢店から鳥羽沖でわらさ70センチまでを4本の釣果。フィッシングユーは2022年度も元旦から営業しています。初売りセールも開催中。お買い得商品はもちろん、限定福袋や中古商品全品 10% オフなど企画も満載です。ポイント5倍10倍セールも開催していますよ。初売りセールは1月10日まで。紀北町レンタルボート N テックマリンから小野田さんほか、とんじりでカツオをキャッチ、田中さんほか、おいしいカワハギやメイチダイを釣られました。千秋くん、マハタ、アカヤガラなどをゲット。魚種豊富に釣れていますよ。千賀フィッシングパークトリトンから西村さんグループ、皆さんで多彩な釣果でした。近藤さんファミリー、マダイをはじめヒラマサなどもキャッチ。この時期はお鍋にもぴったりなクエやマハタも放流されていますよ。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりです。元浦と千吉川から竿、餌、バケツなど釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプランを実施中。都選のお客様へのお弁当も販売していますよ。お食事処吉雄水産の営業時間は平日、土日、祝日ともに11時から21時、要予約となっています。詳しくはお問い合わせくださいね。月間プレゼント、水券よりウルトラフレキシブルイソハリスのセットを3名の方に、フィッシングユーよりイカダテトラセットを1名の方に、明豊化学工業より南岸システムボックス VS7080N を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。